崩れかけた東屋でその子はちゃんを待っていた。この日の朝には帰るはずの父であった。それが三つ目の朝となり、四つ目の夜が来て、五つ目の朝が雨だった。冷たい雨すだれ、幼い心を見てつかせ、帰らぬちゃんを待っている。ちゃんの仕事は資格ぞな。しとしとぴっちゃん、しとぴっちゃん、しとぴっちゃん、涙隠し人を切る。帰りゃいいが帰りゃんときゃ、この子の雨の中骨になる。この子の雨の中骨になる。この子も霜の中凍え死ぬ。ああ。